はい、皆さん、自分のあそこを舐めてもらうのは好きですか？ね、まあ皆さん好きですよね。気持ちいいですもんね。でも女性はどうでしょうか？好きな人もいれば苦手な人もいます。で、前回女性の脳内大暴露という動画をお伝えしたので、今回は女性がそういった行為をしている時の脳内の秘密を解説させていただきます。ここ気になりませんか？そしてね、注意点というところもありますので、ぜひここは全男性に押さえてほしいところですので、本日もよろしくお願いいたします。また私の公式メルマガに登録していただけると、 YouTube 非公開の性能テクニック情報、メルマガ会員様限定のお知らせイベントをいち早くお届けいたしますので、よければ登録してみてください。で、まず一番最初、そもそも女性はね、口にするの好きなのかっていうと、4割の女性が嫌いです。まあ、その理由が、汚いイメージがある、匂いが気になる、行為そのものが嫌という形です。まあでもこれね、当然じゃ当然ですよね。だって冷静に考えてみてください。精液というのはそこから排泄物が出るところです。そんなところ口に含むて何してんだみたいな風になっちゃいますよね。はい。今うちにね、マッサンっていう犬がいるんですけれども、多分ね、マッサンからしてみてもね、もう人間って何してるんだろうな、面白いな、そんなところ舐めるのかってね、多分思うと思うんですよね。だって動物やらないですからね。マッサンありがとうございました。でも面白いのは、精液って排泄物プラス快楽っていうね、すごい場所ですよね。だからこそ大事なのはやっぱり清潔であることです。匂いがきつかったりとかね、なんかカスがついてたら、それはもうね、トラウマになってしまって、それは苦手意識持ってしまうので、まずはそういった苦手意識を克服するためには、しっかりと洗ってから挑んでください。そうするとこのね、苦手意識っていうのもね、徐々に薄まってきます。なんで大前提として、一番最初はみんな苦手ですっていうことを押さえてください。で、じゃあ逆に6割の女性は抵抗なしなんですけれども、その理由が、大切な人のものだから、気持ちよくさせるためなら慣れたという形です。なんで最初は嫌だったけれども、ちゃんと綺麗に清潔でいてくれたから、徐々に抵抗がなくなって慣れた。はい、皆さん分かります？慣れたなんですよ。好きではないですからね。ここ勘違いしないでください。大切な人のものだから、気持ちよくさせるためなら。そうなんですよ。このね、お口でする行為っていうのは、女性はあなたに対してめちゃめちゃ貢献してるんですよという形です。すげえやってるわけではないですので、ここしっかりと押さえてあげてください。で、そんな女性が最中に考えていることっていうところをお伝えいたします。まず一番最初が、これちゃんとできてるです。そうなんでしょう。皆さんはね、私の動画だとかセミナー動画とかでね、指入れだとかね、舐め技だとか学んでますが、女性はどうですか？テクニックのこういったハウツーだとか、こういった動画ないですよね。だから正解が基本的には女性はわからないんです。でもそんな中ね、男性がどうですか？こんな無反応だったら超心配になるんですよ。なのでしっかりと反応してあげてください。もうね、気持ちいいなら北島康介です、超気持ちいいみたいなね。自分のために頑張ってくれてる相手女性に対して、ありがとうの感謝の気持ちとして、気持ちいいって反応してあげてください。で、お次はちょっと慣れている女性なんですけれども、可愛いな、もっと感じてほしいなって思ってます。自分がしてる時に、相手の男性がものすごくね、気持ちいい反応してくれたりとか、ちょっとね、あそこがね、ピクピク動くと、私のこれで感じてくれるんだっていうのが、女性の脳内の興奮材料になって、自分も感じるっていうことがね、結構あるんです。で、これもうちょっとね、細かいお話をすると、口腔内っていうのはすごい神経が密集しているので、刺激を敏感に受けます。プラス相手を喜ばしているという、この心理的なものがガッチャンコして、相手の女性を気持ちよくさせるということは十分可能なので、しっかりと反応をしてください。気持ちいい時は北島康介、超気持ちいいですからね。で、最後、これはね、ネガティブな反応なんですけれども、いつまでやればいいのって思うことが結構多いです。で、男性自身はね、気持ちいいからね、ずっとやってほしいかもしれないですけども、女性からしたらね、あの行為そもそもね、疲れるんですよね、ここの顎だとか。なので、その中男性の反応がずっと無表情だったら、私これいつまでやってればいいんすか、こっちは別に気持ちよくないんすけど、これずっとやってて意味あるのって思ってしまうことが多いです。そもそもですよ、男性は女性のことを活かしたいとかね、ギャンギャン愛かせたいって思う気持ちはすごい高いと思うんですよ。ただ対する女性どうでしょうか？男性のことを活かしたい、男性のことをギャンギャン愛かせたいって思う女性って
結構少ないと思うんですよね。まあ、だからね、こういった男性向けの性テクニックの動画だとかハウツー本って出回ってないじゃないですか。ね、女性向けはすごい多いですよ、私のチャンネルみたいに。でも全然これ男女が違いますよ。これそもそもニーズがないからです。なのでこのお口でする行為はほどほどの時間にしてあげてください。まあ私的にはね、5分以内でいいかなって思います。という形でお口でいたしてる時に女性は脳内でいろんなことを考えております。でも一番伝えたいのは、女性はあなたのためにしているということです。なので感謝の気持ちを持って、気持ちいいだとか最高だよってしっかりと反応してください。男性がこうして素直に自分の気持ちだとか感情を伝えてあげることによって、やってよかった、もっと喜ばしたいと思えるんです。こうした反応が相手の女性を喜ばし、2人でより良い時間を過ごせるので、ぜひ今日の動画を踏まえた上でしっかりと反応をしてあげてください。これからも女性が本当に求めているもの、皆様が自分に自信をつけられる方法をお届けいたしますので、この動画良かったと思った方はチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。それでは皆様、次回の動画でできる男はしっかり反応、超気持ちいい。